とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーの攻略やっていきたいと思います。コメントでも、1階が結構難しいっていう声が、たくさんありましたね。だから今日は1階とか、あと28階とかね、結構難しいところ、詳しくやっていきたいと思います。では、1階から行きます。1階は本当にね、難しいね。まず最初手前に出てくるエンチャンターを倒した後に、先に進んでいきましょう。まあ、回復アイテムとか出ればね、かなりラッキーなんだけども、毎回出るはずはないよね。はい。で、2体の、遠距離の敵を倒した後、このチビたちを倒して、元の場所に戻ります。こっち側。あっち側にいると、ちょっとね、分が悪くなると。なので、ちょっと、こっち側で戦いましょう。こいつだけね、ものすごい強いです。なので、若干弓を打ちながら、火ダメを軽減するように戦ってください。はい。まずはね、こっち側だね。こっち側を、全部倒すっていうのが重要です。で、倒した後に、あっち側に行って、戦う感じですね。最初からこっち側にいてしまうと、両方の敵から挟まれる感じで、結構ダメージ受けます。うん。まあ、壁を使いながらね、うまいことやれば大丈夫と思うんですけども。まあ、手前。そして、その後に先に行く感じで戦うと、まあ、うまくいけると思います。はい。で、1回の報酬で、これ、回復のトーテムがおすすめですね。何かと使えます。で、ここですけども、いきなり真ん中、ここにね、突っ込むことはないようにしてください。まずは、周りにいて、徐々に敵を減らしていくといいですね。真ん中に行ってしまうと、もう一気に、挟まれてしまうので、真ん中には行かないようにしてください。で、先ほど取った回復のトーテムだね。これをうまいこと発動させて、その、サークルの中で戦うようにすると、まあ、火ダメもね、そんなにないし、いいかと思います。ここ、とにかく敵が多いのよ。とにかく多い。あまり、囲まれないように。まあまあ、そう言っても、囲まれるときにはね、囲まれるんですよね。うん。まあ、うまいこと立ち回ってください。壁を使いながらね。で、回復のポーション、ポーションじゃないな、回復のトーテムだね。が出てきたら、まあ、積極的に使って、で、そのサークルの中で戦うようにしてください。この中で戦うと、結構安全に、HP 管理ができますので、おすすめですね。では、クリアです。2回報酬も何もいりません。そこでね、ポーションバリア付きの防具取る人もいるんだけども、これは、もともとの、ダメージ軽減がなくなってしまうので、あまりおすすめはしません。で、まずここ、入りましたら、これ、シュルカーを倒しちゃいましょう。シュルカーいると、どうしてもね、動きが悪くなる。なので、まず最初にシュルカーを倒すようにしましょう。で、あとは、ここの、ど真ん中に行って、回復のトーテムを発動しながら、出てきたやつをガシガシ戦うようにするといいですね。まあ、たとえ虚無になったとしても、回復のトーテムで全然回復できますので、ど真ん中に座って戦ってみてください。はい。では、これで3回はもうほぼほぼ終わりですね。うん。まあ一番最初にシュルカーを倒す。あれが結構重要です。あいつがいるとどうしてもね、動きが悪くなってしまうので、まず最初に片付けちゃいましょう。んで、ここはドラですね。ドラを取っていってください。いきまーす。で、ここも同じく、シュルカーが2体います。あの奥にもいるんだけどね。奥にもいるんだけど、まず手前の方には、2体いますので、まずはシュルカーから。あいつがいると、どうしても、戦いにくくなるので。こうなっちゃうんだよね。まずはシュルカーから行きましょう。で、これ、こっちにね、箱があるので、忘れず取ってください。最初から取っておくといいですね。パンが出るので、ちょうど
どいい感じです。あぶね。でここはさっきと同じく回復のトーテムを置いてから、ガッツリ戦うといい感じになります。たとえ曲をもらったとしても全然大丈夫ですね。はい、もう少しで開くかな。はい、まあまあ本当序盤だね。今回は敵が多くてね、もうとんでもないぐらい多いので、序盤さえ抜ければある程度先まではいけると思います。でここ別にシルカー倒さなくていいです。このまま先に進んでから雑魚を蹴散らしましょう。はい、クリアでーす。でここ報酬ですね。魂のサイス、これを取ってください。エンチャント入れていきましょう。エーリオ2、そして流れ込む魂を2ですね。エーリがあるとここが、雑魚的はワンパンで倒せるようになって、でさらに流れ込む魂で回復ができる、ものすごくお得な装備なんですよね。ここは絶対魂のサイスか。今はね、昔はソウルサイスだったと思うんだけども、まあいいや、これは絶対取った方が間違いないですよ。もういいかな。あ、まだ出た。本当にね、敵の数がすごいです今回も。なのでものすごく注意しながら行かないと速攻で囲まれてやられてしまいますね。あとちょっとで終わりか。はい、5回クリアです。5回報酬は何もいりません。そのまま進んでください。でここのステージももう皆さん慣れましたよね。この一番頂上で戦うといいです。下にいるとね、どうしても、落ちてしまうことがありますので、まあまあ俺は上の方で戦った方が安定するかなと思いますね。でまあまあ危なくなることはそんなにないとは思うんだけども、一応、回復のトーテムがあればある程度ダメージを受けたとしても速攻回復するし、あとあの流れ込む魂ですよね、あれでも全然回復していくので安心ですね。よし、はい、あとこいつか、まだいた。終わりだ。はい、6回クリアでーす。で6回の報酬でこれ、傭兵のアーマー取ってください。闇のアーマーで雪玉とクールダウンっていうのもありなんだけども、俺は傭兵の方が好きかな。攻撃力が上がりますし、こっちにもクールダウンがついてるんでね。でクールダウンを2入れていきましょう。回復のトーテムがたくさん使えます。でここですけども、まずはエンチャンターですね。エンチャンターを戦うようにしてください。ちょっと待って。今のは、雲が鬱陶しかったな。雲とレイスの、コンボに思いっきりやられちゃった感じですね。でもまあ、全然耐えれましたね。はい。で、エンチャンターが先です。もうエンチャンター先っていうのはもう皆さんも基本的なことでね、分かってるとは思うんですけども、はい、クリアですね。7回おしまい。ここで地雷取っていってください。はい、でここ敵多いです。まあ、地雷をねうまいこと置いて、先に倒す感じにするといいですね。でクリーパーが5、6体出るかな。クリーパーはとにかく安全に処理しましょう。と、あと、ジオマンサーの、地雷も注意ですね。あぶね、あー、両方食らいそう。まあまあ、いけましたけど。とにかく爆発にはもう要注意です。よし。OK。で、リープリーフはあぶね。ドラを使って一気に行く。もしくは地雷で倒す。といいと思います。地雷で行こうか。あと一発。はい。まあ、どっちからね、ドラで行くか、地雷で行くか。まあ、うまいことやってください。8回がこれでおしまいです。で、
8回の報酬で、これスパイダーアーマー取っていきましょう。さっきね、防具変えたばっかりなんだけども、まあ、つけておかないとちょっと安定感がないので、つけておいた方がいいです。今回は俺はね、スパイダーアーマーを最後まで使うようにしてます。で、ここは、いつものごとくですね、ちょっとバシバシやられてんな。エンチャンターから先に倒すようにしましょう。とにかくエンチャンターが多めです。はいはいはい。まあ、6% 吸収があって、さらに流れ込む魂もついてるので、そうそうやられることはないです。ガシガシ回復します。さあ。危ねえ。はい、9回おしまいです。まあ、とにかく最初のエンチャンターの、数ですよね。あれをうまいこと処理すれば大丈夫です。で、ここ、報酬でコグクロスボウをつけていきましょう。で、エンチャント、入れましょう。コグクロスボウの長弾ですね。これを3入れてください。では、行きましょう。で、ここ、うまいことね、この罠を、暴走させて倒していければいいんだけども、まあそううまくはいきません。けども、マルチプレイじゃないので、この事故ることはないと思うので、まあうまいことね、チャレンジしてみてください。で、エンチャンターが2体出てきます。早めに倒しちゃいましょう。下と、あと上の方ですね。エンチャンターが、います。まあ上はそうでもないけども、下の方は、確実にね、すぐ仕留めた方が間違いないです。当たれ、当たるか、どうだ、当たった。これ一掃できた時は結構気持ちいいですもんね。倒せるでしょ。当たらないか。あと2箇所、こことここだね。はい、ということで10回、あれ10回クリアです。もう1箇所あった。まあ、最初からね、移動する際に押しながら行くと、時間短縮になりますね。うまいこといかなかったな。では、10回の報酬ですね。回復のトーテム。これを新しくしていきましょう。回復のトーテム、本当にね、今回使えます。んで、ユニーク商人ですね。ここは、コグクロスボウ、上げていってください。できればね、防具を、上げたいんだけども、もうすでにユニークなので、上げることができません。で、ボスですね。ここはちょっと時間がかかっちゃいます。まず最初に、物資箱。必ず取るようにしてください。もう倒し方はもう言わずともわかりますよね。うん。とにかく、ドラ、当てて、あと、地雷だね。うまいこと当たれば、結構ダメージ稼ぐことができます。本当ね、地雷を、3つとも当てればかなりいい感じになるので、まあ最初に地雷を敷くときには位置をうまいこと調整してみてください。この辺が、あー2つしか出なかった。あ、3つ出た。で、引き寄せてバシバシバシと当てる感じですね。よっしゃ、邪魔。この感じで、あと2回、無敵にすればおしまいかな。うん、この無敵時間が長すぎるのがちょっと面倒くさいですね。よし、当てる。ああ、最後当たんなかった。まあ仕方ないですね。よっしゃ。で、あと1回、地雷を当てたらおしまいです。まあ、条件はどうか分かんないですけども、エルダーガーディアン出ることがありますよね。うん、たまに出るんだよね。はい、おしまいです。12回クリアですね。はい、で、ここで、早くも変えます。俺地雷そんなにね
通常では好きじゃないのでパワーシェイカーに変えていってます。では行きましょう、ネクロマンサーが3体出てきます。まあ、とにかくネクロマンサーをパワーシェイカーを使って早めに処理してください。あいつがいるとねちょっと動きがだいぶ制限されてしまいますので、まずはネクロから倒すようにするといいと思います。あと反対側にもネクロいます。反対側のやつもうまいこと倒していきましょう。パワーシェイカーでねガシッとやればすぐ倒せるんで、パワーシェイカーはここはすごく役立ちます。あとザコ4体でおしまいって感じかな。はい、では13回クリアです。マルチプレイの時にね、あの TNT はあまり持ってない方が俺はいいかなと思いますけども、ソロプレイの時は取っていきます。はい、斧に変えてください。エンチャント入れていきましょう。弱体化3ですね。はい。と、ガードストライク入れて、で、防具に激光を1を入れてください。うん。まあ、前回から入れててもいいんだけども、まあ、別に入れなくてもいいと思います。はい。でも別に問題はないとは思うんですけどね。普通に行けばクリアできると思います。両刃斧がねものすごく強いので大丈夫ですね。でやっぱり弱体化よ、弱体化があると、全然火ダメが変わってくるので超おすすめ。弱体化は本当にいいですよ。だってダメージがね 40% 軽減できますからね。このスパイダーアーマーは軽減率がないので、それがあるとものすごく、使いやすくなると思います。はい、ここ何もいりません。いきましょう。ここも特に言うことはないっすね。特に言うことなしで、クリアできると思います。やっぱこのスパイダーアーマーの攻撃速度アップものすごいいいんですよね。攻撃速度アップはめちゃくちゃ使える。まあ確かに軽減はないんでね、防護が欲しいとこだけども、おー、いや、全然大丈夫。じゃあ、もう少しか。ここは問題ありません。はい。では、これで、クリアですね。15回。これで、ようやく半分です。今回、本当にね、長いんですよね。ここ報酬何もいりません。そのまんまいきます。あ、でエンチャントで、激光ですね、これを入れてください。自分の HP がギリギリになった時にもう本当にね役に立ちます。激光は攻撃速度がもうキノコ取った時ぐらいになるので、もう一気に敵をね倒していけますから、もうわざとそうしなくてもいいけども、してもいいかもしれない。いやー、難しいな。わざとするっていうのは。わざとはちょっと難しいか。はい。で、ここね、すぐに扉開けないでください。こっち側を、まず全部倒した後に、扉を開けるようにしましょう。最初から開けてしまうとね、もう敵に思いっきり挟まれるので、ものすごい分が悪いです。ここも、まあ、特に問題はありませんね。HP が危ないと感じたら、まあ、回復のトーテムを使えばいいです。まあ、そこまで減ることもないかな。まあ、トライデントを集中的にもらうと、ダメージだいぶ食らうかもしれないですけども。はい。では、ここ、報酬何もいりません。17回行きましょう。ここら辺がね、17、18回が結構敵の火力がね、なんか高いのよ。まあまあ、防具のパワーが少ないっていうのは あるし、まあとにかく敵の火力高いので、注意して、行ってください。まあまあ、注意しようもそうはないんだけども、まあうまいこと、敵に囲まれたら、
その場にね、回復のトーテム敷いて、で、その場で戦ってみてください。まあ、回復のトーテムと 6% 吸収で、そんなに減らないと思うので、はい。では、17回クリアです。18回も同じく火力が高いです。いきましょう。報酬は何もいりません。防具のパワー84なんだけどね。でも全然まだいけますよ。大丈夫。コツさえ掴んでれば全然 OK です。でまず、この周りの雑魚を倒した後に、下のスイッチを押しに行きましょう。まずはね、ここら辺からですね。やばいやばい、息ができない。よし。OK。で極力トライデントは避けましょうね。うん。投げるときに、起点をちょっと横にずらせば、いけるので。で、ここね、うまいことこのパワーシェイカーで当ててやると、中のやつも、ついでに倒せるので、お得です。では行きましょう。ここは、欲張らないこと。だね。欲張らないことが一番です。欲張ってしまうとね、逆に時間がかかっちゃうので、はい、行けました。で、これでようやく、海ステージが終わりかな。ステージはね、嫌いだな。はい、18回ですね。ここ、報酬何もいりません。そのまんま行きましょう。で、ようやく、ここで、パワー商人が現れまして、これだね、スパイダーアーマーのパワーを上げていきましょう。102。うん、これだけあれば、十分使えますね。では、20回です。もう出てきたときに、もう一気に、叩いていきましょう。一気に。ドラを使って、で、パワーシェイカー入れてから、一気に。あー、当たったか？当たってねえ。私、パワーシェイカーも使ってないし。大失敗。最初にね、ドラがね、思いっきり当たって、パワーシェイカーでガーっていけたら、ネクロマンサーで一発でいけるんですけども、ちょっと今のは失敗です。まずね、ネクロは、やっとかないと鬱陶しいですね。OK! 行きましょう。あとエンダーセットでおしまい。出てこい。終わりか。若干残った。でも出てきたらおしまい。はい、今のはミスしましたけども、しっかりとね、出た時にドラを当てましょう。今のドラが当たってなかった。報酬何もいりません。進んでいきます。で、21回は敵が多いです。とにかく多い。でね、エンチャント入れましょう。忘れずにね。雷、そしてガードストライクです。入れてください。ガードストライクだとね、結構違うんだよね、耐久力が結構変わってくるので、ガードストライクいい感じです。まあ、さらに言うと、この弱体化だよね、弱体化の効果っていうのは素晴らしい。もう耐久力特化の感じか、今回のは。うん、スパイダーアーマーも耐久力あるしね。ミスった。まあ、いけるか。よっしゃ、大体倒せるだろう、ここは。まあまあまあ、いいんじゃない。極力ね、減らしておきたいので、扉が開く前に倒しておくと、楽ちんでーす。で、いこう。しゃ、あ、ミスった。まあ大丈夫だね。いや、激光が入った。ついでに激光が入っちゃいました。あ、固まった。うん、でも激光が入ると攻撃速度は素晴らしいね。では21回クリアでーす。
で、ここ報酬何もいりません。はい、で次ここね、真ん中で、回復のトーテムを出してから戦うともう一気に終わるのでいい感じです。ここはね、回復のトーテムがものすごい使えます。で、エンチャンターは先ですね。回復のトーテムとこの防具の回復力があればそう減ることもなし。終わりかな。ん、ん、あれ、あ、まだか、まだいた。意外と出るな、意外と出るけども全然大丈夫。はい、嘘ほんと、チビはちょろちょろするね。22回クリアです。で、武器変えましょう。誕生と終焉ですね。これはね、ものすごくエンチャが素晴らしいです。追い打ち、そして、重力を1入れて、で凍結を入れてください。はい、まあ他にも、まあ、の成長とか入れていいんですけどね。まあ入れないなら入れないで大丈夫です。ここで戦った方がいいです。ここあそこ真ん中で戦うとちょっと分が悪くなるので、ここら辺で戦うのが俺はおすすめかな。うん、ある程度出して寄ってきたらパワーシェイカーでいけばいいし、まあ、基本的には弓で牽制しながらね戦うといいですね。あれ、固まる、なんかやたら固まるな。はい、まあまあもうちょっとでおしまいかな。ほんと最初からねど真ん中いるとあんまりいいことないので、こっち側に、待機して戦うといいと思います。はい、ではこれでおしまいかな。23回クリアです。あと6回、ですね。若干きついところもありますけども頑張っていきましょう。ここの報酬は何もいりません。で、ここリッチ多いです。うん、バン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 投げてきますので、それにあまり当たらないように、まあ当たっちゃうんだけどね。うん、まあ弓をねうまいこと使っていけば大丈夫です。弓を使って、牽制していって、で固まったなっていうところにパワーシェイカーを使って突っ込んでいくと、もう一気に倒せるので、いいかな。今だ。ここも同じく、回復のトーテムだね。あれが役に立ちます。あー、そこ固まってる。パワーシェイカー使いたい。オッケー。一気にいけた。よっしゃ。ここら辺から、敵の数減らしておくといいですね。終わり。ではここちょっと攻略します。行きました。ここもなんだろうな、ランダムじゃなくって確実に決まってればいいけどね、押す順番みたいなのが。まあいや、ランダムの方が面白いのか。でも、めんどくさいけどね。よし、終わり。24回クリアでーす。ここの報酬は何もいりません。先に進んでいきます。で、ここでも、同じく、これ。スパイダーアーマーあげちゃいましょう。もう今回は俺はスパイダーアーマーのみで、下からね、行ってます。まあ、途中一回変えたけど、基本的にスパイダーアーマーですね。で、ここ、先に行かずに、ここら辺で、戦うのがいいかな。先に行くとちょっとね、風使いのダメージを受けすぎるんですよね。なので、俺はこの辺で戦うのがいいかなと思います。ここら辺で、まあ、ちま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 やりながら、寄ってきたら、まあ、いつものごとく、パワーシェイカーがね。じ
OK、いいよ。よし。うん。風使いが鬱陶しい。ど真ん中で戦ってもね、多分結構飛ばされるのよね。で、穴に落ちちゃうので。よし、OK。ああ言わんこっちゃない。言わんこっちゃない。まあ、こういうことが起きますよ。よし、ね、ある程度数減ったら、まあ、いや、まだ減ってない。全然減ってなかった。減ったらばね、パワーシェイカーで突っ込んでいってもいいんですけどね。よし、いくぞ。いけるか。よし。OK でーす。で、ここ、横の方に箱がありますので、まあ、忘れず取っていってください。まあ、十分矢があるっていう人は別に取らなくてもいいとは思うんですけどね。まあ、一応取った方がいいかな。時間があるなら。では、26回クリアです。ここ、報酬は何もいりません。で、ここ、ちょっと難しめです。うまいこと、弓を使って戦っていくといいですね。ラビジャーが2体いるんですよ。あいつがね、結構くせ者なんだよね。うまいことすれば、こっち側まで攻めてこないんだけども、まあ、運が悪ければ、最初からこっちにね、突っ込んでくるんだよな。まあ、それはちょっと運次第というところでしょう。やばい。OK。落ちちゃったか。ま、ここも同じくね。弓でやっちゃってください。OK。ラビジャーは、こっち側と、あと、下側だね、左側にいますので。まあ、そこはちょっと注意して、戦うようにしましょうね。風使いも通し。いや、来た。OK。完璧です。ドラとパワーシェイカーが合えればなんとでもなるね。 OK 終わり。27回クリアです。ラビジャー注意ですね、本当に。んで、報酬別に何もいりません。そのまんま行きましょう。ここもね、結構、攻め込んでこられます。なので、前には出ずに、極力後ろの方から、戦っていきましょう。よし、OK。危ないぞ。で、パワーシェイカーで、数を減らしたりとかね、やっていくといいですね。やっぱスパイダーアーマーがあるので、回復力は抜群。よし。OK。まあ、今の下のね、敵の数を処理できれば、上もいけるはず。うん。一気にガッといくと危ないんで、ある程度、ゆっくり進んだ方がいいかとは思います。よし、OK。いいね。でもね、この誕生周辺のね、吸血、いいよね。うん、ものすごい使えると思う。危なかった。よし、ではあとはこっち側を倒しておしまいですね。はい、28回クリアです。本当に出た最初のところね、あのフィールドで戦うのをちょっと注意してください。はい、真ん中にね、突っ込まないように。で、回復のトーテムを取っていきます。これだね。で、29回も俺個人的には嫌いなんですよね。29回嫌い、敵が多いもん。ここはそうでもないんだけども、この下に行ったところの数が結構えぐいので、そこはちょっと嫌いですね。まあまあ、先ほど取りました回復のポーション、回復のトーテムだ、あれをうまいこと使っていけば、だいぶ生存確率も上がると思います。パワーポーション、パワーシェイカーを使っていきましょうね。パワーシェイカー使って、 OK、 いけた。あとここ
もちょっと多めです。うまいこと弓で減らしていきましょう。多いぞ。 OK。 あぶねえ。スパイダーアワーのロッパー吸収は弓でも回復するので、それすごくいいよね。危なくなったら若干下がって、弓を打っていけば結構いい感じ。当たるか。当たんねえか。当たんないね。では、そこのハンター演技師を倒しておしまいです。パワーシェイカーで一気にいきましょう。いくぞ。あと2体終わり。では29回クリアです。で、ここ報酬で、乱射のクロスボウ持っていってください。で、乱射に、クリティカル、そして加速だね。で、プラスで光を入れていけばもう完璧ですね。はい。で、最初から、この加速をね、100% になるように調整していってください。1.5 秒ぐらい打たなかったら加速が終わってしまうので、うまいこと継続させるようにね、やるといいですね。危ない。あ、ドラ使うの忘れてた。まあいいや。あー、加速終わった。でも、これで、おしまいですね。おお、減る減る減る。クリアです。はい、ということで、ちょっと待ってね。今回のタワーはまあ37、8分、いや35分ぐらいでいけるのかな、急げば。うん、35分ぐらいでいけると思うんだけども、ちょっと周回しづらいですよね。はい、では最後に報酬見てみましょう。なんだ、しょぼい。しょぼすぎる。今回も10周はしてるんだけど、1個いいのがね、来ないんだよね。かすりもしない。全然ダメです。ラストラフでいいか。はい、ということで戻ってきました。今日はタワーの攻略でしたね。まあいろんなやり方があると思うんですけども、俺は今回はこれでやっていってます。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。